はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、またまた調布にある若松屋さんにやってきました。はい、今回はですね、キャサさんと一緒です。こんにちは、キャサリンです。よろしくお願いします。はい、キャサさんとは木更津のラーメン以来に、ね、多分1年ぶりぐらい、ね、はい、撮影は一緒にするんですけど、はい、今回はね、お任せで頼んでて、まだ何が出てくるか全然分かってないです。はい。で、キャサさんは、カツ丼と、冷やし中華、こちらを食べるので、キャサさんが食べてるのは、キャサさんのチャンネルをぜひご覧ください。まあ、今日はね、いろいろ喋りながら、はい、はい、楽しみながら、楽しく食べていきたいと思います。はい、おー、え、フルーツ乗ってる。ともちゃんの冷やし麺です。わー、すごい。中華とフルーツそうめんのハーフ&ハーフ。スイカ乗ってる。すごっ、かわいい。映え。本当にお母さんのセンス。うん、おしゃれな感じ、かわいい。スイカがハートになってる。そうめんもハートみたいですよ、これ。あ、ちょっと見えづらいんですけど。本当だ。そうめんもハートにして。こう向きってことかな。こう向きで。直極かなんて言ってるのも、ちょっと面白い話なんですけど、そうめんとかね。このチャーシューもめちゃくちゃ美味しそう。食べていきたいと思います。いただきます。はい、もうキャザさんもね、ちょっと冷やし中華食べ終わって今活動に入ってます。はい、冷やし中華からいきます。すごい、もうこれで1人前ぐらい入ってます。冷やし中華もあれですね、麺だけで8玉入ってる。8玉冷やむぎ8人前。これはあの、もう、宮家さんのイメージして作った。嬉しい。ともちゃんの冷やし麺。そんな可愛らしいイメージありますか、私。ありがとうございます。イメージを表現して、やっぱちょうど。これだけでもすごいボリューム。なんかね。これね、冷やし中華のタレをかけて。はい、では、いただきます。まずね、この本当、チャーシュー、チャーシューすごい、チャーシュー、これ脂身、脂身がバラバラ美味しい。いただきます。脂身が脂身が大好き。うん、めっちゃ味も染み込んでて美味しい。うん、ありがとうございます。ですか、トモちゃんじゃないと食べちゃいけないとかではない。いや、そんなことないです。ぜひ、もう皆さん食べてください。うん、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 さっきキャサさんが食べてるの見てめちゃくちゃ食べたかった。すいません、先にしておこう。やっと食べれました。美味しいですね。美味しい。やっぱ夏は冷やし。と言いながら今年全然冷やし食べてない。むしろここで。はい。冷やし始め。うん、美味しい。カニカマ大好き。うん、うまっ。ありがたい。うん、うん、うん。うん、幸せ。
玉すごい量。あれキャサさんのやつ何玉あったんですか？あれも結構ありましたね。さんも同じです。あ、8玉ですね。ねえ、それからのカツ丼結構すごいです。うん、美味しい。今年初スイカかも。あ、本当ですか？うん。続くし。このチャーシューめちゃめちゃ美味しい。からしつけても本当に美味しそう。からしつけて。キャサさんのもっとなんか可愛いやつないそう。可愛い。何だろう。おしゃれなイメージ。うん。おしゃれなプレート。おしゃれ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 プレート。あれだろうかな。店的な。間にフルーツ食べようかな。うん、スイカが気になっちゃった。スイカ。うん、食べた。うん、うん、うん。やばい。そうめん、フルーツっていうのめちゃめちゃいいですよ。より涼しげな。うん、うん、うん。なんかフルーツはこう冷たいのがいいです。キウイも甘い、美味しい。フルーツ大好き。すごい美味しくて食べちゃう。キウイ2種類あるんですよ。パイナップル。メロン。うん。うまい。このタレがめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと甘みとコクがある感じだ。ちょっと酸味きついとダメなんですけど、私。多いですよね。これなんかいくら絡めても全然強くないんで、甘みがあって美味しいです。うん。
ちょっと冷やし中華残ってるんですけど、そうめんの方間に食べようかな。すごい。大きい。ね。めっちゃたっぷりつゆが入ってる。ネギと生姜をちょっと。このそうめん、冷麦、はい、もうちょっと冷麦。今年初冷麦。そうめんも食べてないです。なんかフルーツ後に取っておこうと思うのについ食べちゃう。なんか味変しながらなんかスイーツがあるんだ。うん、おいしい。これを全部食べて、キンキンに冷えた体で外出てちょうど気持ちいいって。冷や中華とか食べたら、ね、冷や中華食べたら体が崩しかったんですけど、出る量が普通じゃないですからね。普通の量だったらそんなことは気にする、体温の上昇とかも気にしないかもしれないですけど、その量を食べてしただけ体は冷えますよ。食べた後、なんかずっと体が燃えてて、なんか冬とかでもなんか食べるじゃないですか。すっごい体が燃えるんで、なんか冬なのに汗とかすっごい出てきます、私。なんかずっと暑くて、だから本当に、超絶暑がりなんですよ。冬でちょうどいいって感じなんですよ。冬とかも本当に暖房とかいらないです、一切。食べればあったかいって感じで。夏きついんですよ。でも今は、基本夜とかしか食べないんで、もう夜だと家にいるじゃないですか、うん、暑くないんで。昼とかに食べると、で外出たらもう滝汗です。なんか食べると暑くなるんで、日中とか食べれないです、ご飯を。お昼ランチとかして外出たらもうダメです、もう暑すぎちゃって。
だ空腹だとまだそこまで暑くないからちょうどいい。冷やし中華、これで最後です。本当にホットヨガ行ってすごい汗かくんてから、多分全身の肌が綺麗になった気がします。だからすごいなんかツヤツヤしてる感じ。いや全然ですよ、全然ですよ。でもヨガ効果すごいあると思いますね。なんか体の老廃物を毎日こう出していくから、デトックスされて美肌になってる気がします。私もサウナ苦手だったんですよ。ホットヨガも最初結構きつかったんですけど、なんか慣れてきたら全然なんかそんなに暑く感じなくなってきたっていうか、暑さに慣れてきたんですよね。だからこの夏も暑いんですけどなんか平気です。去年の夏も行ってたんですけど、でも去年はまだ夏バテしてました。逆になんか夏バテしてなんかヨガも行く体力がなくなって、全然違いますね。ヨガにも行けなかったって感じです。今はもう本当に週4、5行ってます。私の理想なんでも、キャサさんみたいな年齢を重ねていきたいですね。キャサさんは本当にずっと憧れなんで、憧れる要素ないですもんね。はい、あとフルーツ、食後のデザート。はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。ということで、完食しました。はい、平瀬さんも完食しました。はい。はい。結構ね、時間差だったんで、待たせるかなと思ったんですけど、ゆっくり食べてくれたんで、同じぐらいに丸くことができました。はい。平瀬さんの食べてるのは、ちょっと映っちゃってたんですけど、先のね、この冷やし中華食べてるのとか映ってなかったんで、はい。ご覧ください。美味しかったです。もう本当に今日とかも35度ぐらいある、もう暑い中で来たんで、本当に冷たいメニューが夏に最高のメニューでした。これ全部でね5キロぐらいあるそうなので、こちら若松屋さんはね、もうデカ盛りでもシェアができるので、皆さんぜひね、一人で食べきれないって方はもう何人かでね、なんかまあ家族で来て食べるのもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ一人で食べれる方はね、ぜひ一人で食べてみてください。はい、他にもね、このチャサさん食べてたカツ丼とかも超おすすめなので、皆さんぜひね、気になったメニューを食べに来てみてください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。バイバイ。